今日はずっと手作りしていたベッドメリーの飾りがこの前完成したんですよ。これが完成したので、あのベッドメリーの土台の部分の骨組みがネットで買ったやつが届いたの。あんなこれを組み立てて、さっきのこのマスコットを全部ぶら下げたら完成なんで、今日は完成の様子をみんなに見届けてもらおうっていう回でございます。なんだかんだ2ヶ月ぐらいかかって作りました。空き時間とか隙間時間にチクチク塗ってやったりしてたんで、やっと完成です。なんかもう途中でこれもう生まれてからになっちゃうんじゃないかなとかって思ってたけど、なんとか生まれる前に完成できそうでよかったです。ビッチューゴー、ビッチューゴー。え、これわかる？これでこんな噛んでいくやつなの？これってここにぶら下げるんだよね、きっとね。これか。で、こう。ね、これほんと説明書とかなくていけんの？でもこういうことだよね、ほら。これをこうでしょ。で、ここにベッドのこれ多分、ベッドの柵みたいなところにこれをギュッてやって。で、あ、こうやって引っ掛けるだけだ。あ、簡単できた、ほら。かわいい。何が全然わかんないけど。なんか音楽が鳴るやつとか、ここが自動でくるくる回るやつとかもあったんだけど、そうすると土台がどんどん高くなるんですよ。で、今回せっかくね、手作りでやって、なんかフェルトとかも100均で買ったりとか、結構プチプラのものとかでやってたから、お手頃に作りたいなって思って。でもこれは自分でこうやってやったらいいし、音楽は自分が好きな音楽を携帯とかなんかいろんなもの流したりするかなって思ったんで、なくていいかなって思って、この超シンプルな骨組みだけのやつを買いました。じゃあこれにマスコットをつけていけばいいんでしょ。なんかさ、本当に自分で手作りで作ったからさ、すごい愛情いっぱい入ってる感じで、気に入ってくれたらいいなってめっちゃ考えてます。じゃあまず真ん中にこれを吊るしたい。なんかこれをちょこちょこ作ってて、なんか家にね、お姉ちゃんとか友達とかが遊びに来てくれた時に、見てって言ってこれ見せてたの、みんなにね。本当に意外だよね、こういうのやるのってすごい言われた。好きなのよ、意外と。なんか手芸とかがさ、ちっちゃい頃から好きで。こんな感じね。まあ、じゃあこれだけでも可愛いよ。でもって、この長さをどうするかが難しいよね。ちょっと長めにしておいて、短くしたかったら短くしたらいいか。やっぱ生まれたらさ、なかなかさ、こういう手芸とかしてゆっくり何か作るみたいな時間取れないだろうから、ちょっと当分の間手作りのものとかってプレゼントできないだろうから、初めての手作りプレゼントって感じでいいよね。こんな感じかな、長さ。かわいい。よし、わー、できたー。できました、完成。見て、かわいい。私が大好きなセーラームーンのキャラクターマスコットをイメージして作りました。これ結構ね、時間かかりました。ちゃんと五線紙の色が刺繍で入ってる。じゃーん、これを吊るしてベッドに置いたら完成でしょう。ほら、できたー、かわいい。ちょっとここら辺とかにリボンとかつけてもいいかなと思います。でもちょっと長いかな、さすがに。もうちょっと短くしてもいいのかもしれないな。ちょっとベッドにつけてみて長さは調整したいと思います。かわいいじゃん、いいよ、いい感じにできました。嬉しい。一個一個のパーツが手作りだから思い入れがあります。これをね、ベビちゃんが生まれたら気に入ってくれたらいいなと思います。ベッドに焼着したバージョンのも別の動画で差し込んでおこうと思います。完成しました。かわいい。こんな感じでくるくる回ります。くる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 。こっち見て、かわいいです。できました。ちゆちゃん。はい、じゃあこんな感じでベッドメリー完成しました。イエーイ。まあなんかね、ちょっと自分に余裕があったので、時間にも余裕があったので、こんな感じで手作りのベッドメリーを作ってみました。まあ、ちょっと時間があったりとか、お裁縫好きだよって方はぜひぜひこんな感じで自分の好きなね、こういうモチーフとかを自分で作って、
初めての手作りおもちゃを赤ちゃんにプレゼントしてみるのはどうでしょうか。この動画がいいなと思ったらぜひグッドボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴本当にありがとうございました。完成、バイバーイ。